チャオ、あっちゃんです。今日はね、ロピアで買ってきたこんなでっかいシュークリームめっちゃでっかいのよ。いただきます。サムネ、あ、食べられへん、大きすぎて。減っていかへんけど、うまい。生クリームがめちゃくちゃ美味しい。これね、ロピアで2個入りで500円ぐらいやってん、本気は、でかい。あ、画面で見たらそうでもないけど、めちゃくちゃでかいよ、これ。うん。いいな。うん。あ、おいしい。食べても食べても生クリーム出てくるよ。ちょっと箸休め。カスタードクリームは入ってないな。生クリームだけやね。味がね、ベチャベチャしてくる。一口で食べながらね、無理やわ。口開けられんもんね。シューの方もサクサクで、クッキーシューみたいな感じで美味しいの、甘くてね。で、生クリームは、濃厚、生クリーム美味しいな。この前からね、大食いが続いてるけど、今日はね、スイーツの大食い。カスタードが入ってない。カスタードクリーム入っとったら100点満点やけどな。でも生クリームがこれでもかけぐらい入ってる。もうなんかいいや。でかすぎる。カスタードクリーム美味しいな。美味しいねんで、文句はないねんで。でもカスタードクリームが中に入っとったらもっと美味しいと思う。
か、休憩してあと一口ぐらいが食べられへんねんけど、くらい生クリームが、美味しかった。ものすごい満足。ホールケーキを1個一人で食べたぐらいの満足感があるぐらい生クリームが多かった。ちょっと言い過ぎやけど、これぐらい生クリームがすごい食べられた感じする。で、なんていうのかな。ちょっとね、やっぱりね、ツインシューみたいな感じ、ローソンとかにあるツインシューとかの、なんていうの、中にカスタードが入って生クリームが入ったみたいな感じやったら、ちゃんとめちゃ好きかもわからへん、でリピありかなしかやったらまたリピしたいなっていうぐらい美味しいのは美味しいねんけど、ここにねカスタードを作って、カスタード簡単に作れんのよ。だからカスタードクリームを作って、でそれをちょっとスプーンですくって取って入れて、その上にこの生クリーム乗っけたら美味しいかもわからへん。今度またやるかもわからへん。はい、ということでね、またロピア行ってきます。ロピアね、楽しいわ。あっちゃんのね、なんかね、宝箱みたい。ロピア行ったらいろんな面白いもんがあって、これも欲しい、これも欲しいなんで、まあ、今回ちょっとね、あんまり無駄遣いしたらあかんなと思ってちょっと抑えたんやけどもね、このロピアはね、紹介できるもんいっぱいあるんで、また行ってきて、紹介していきたいと思います。これからあっちゃんのチャンネル、ロピアを紹介する動画増えてくるかもわからへんけど ね楽しかった、でね、あとね、平日行くと今までみたいに入場制限もないし、で駐車場もまあまあ止めやすかったし、そんなにね、バリゴミってほどじゃなかったんでね。この前ね、日曜日だっけ、土曜日行った時駐車場動かん、積んで動かへんかって、だから一方通行になってるからやけど、もう積んでもえらいことになったから、でやねんけど、もう今回は、まあまあスーッと入っておけたからね、平日に行きますってことでね、また業スーロピア、他のスーパー、いろんなところのレビューこれからもやっていきたいと思いますってことで、美味しかったです、ごちそうさまでした。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんの、ロピアのデッかいシュークリーム、よかったよと思ってくれたら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。やったね、バイバイ。めっちゃ美味しかった。